ニューヨーク共同、米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手が史上初の50本塁打、50盗塁の快挙を達成した50号本塁打のボールの競売が27日、オンラインで始まった。開始から2時間以内に入札額は60万ドル、約8500万円に達した。期間は10月16月日までだが 終了直前に新たな入札があれば入札のたびに30分間延長される。写真、大谷、節税ほぼできず50%超の最高税率適用。一方、南部フロリダ州の男性が今月25日、競売会社ゴールディンと出品者に対し、ボール売却の差し止めを求め、道州地裁に提訴した。 男性は球場で大谷選手が19日に放った本塁打のボールを掴んだ後に出品者に奪い取られたとし、自分が所有者だと主張している。